どうも皆さんこんにちは、YouTuber のチアリマジャンキャメグさんデルマさんよっ、本日対戦会でございますが、はい、今回対戦相手はね、今年の頭にやった大会の優勝者でございます。研究専任ゲーマー勝率 8% 研究専任だジュエルマスター。ちょっと最近だと高めですね。高めだ、高めだった、はい、川さんだと思ったら川さんじゃないですね。あの最近の大会でしたYouTuber フェスではなく、今年の頭にやったですね、あの次世代のですね、研究専任でございますが、はい、今回はね、研究専任が来ていただいたということは当然、はい、はい、新カードね、持ってまいりましたよ、はい、このカード11月20日発売、レジェンドスーパーデッキ進化両乱より進化と両乱の扉、おーい、進化と両乱の扉を開くこのカード、本当の扉が入ってくるのか、対戦の方でね、はい、見ていきたいと思います。このデッキは、はい、あれですよね、コロコロオンラインで連載中のモンスターコチクロという、はい、方で、はい、紹介しているデッキの方を今回は、ね、回していただこうと思います。さあ、それでは早速対戦の方に行きたいと思います、はい、行くぞー、やーはい、というわけで対戦準備ができました。はい、まず早速ジャンケンから、はい、いくぞ。最初はグーチャンケンポイ、イエーイ、の猫でそれじゃあいくぜ、デマンスタート。はい、というわけでグーソンのデッキは今回はハイドのスタートデッキでございます。はい、ですね。どうしたチャージしてたエンド、はい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 、じゃあこちらチャージしてたエンド、ドロー。某対戦格闘ゲームの会社を壊すゲームをイメージしていただくと、あの分かりやすいかなと思いまして、あのボーナスステージです。あ、なるほどね。そう、もうこっちから基本的に何もしません。なるほど。あー、なるほどなるほど。じゃあもう俺が行くしかないの、はい、バリバリ行けばいいのね。そういうことですね。はい、タイトルですか。はい、タイトルです。車を壊すゲームのことですかね、多分。そう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 、はい、タイトルです、はい、どん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 来てくれ、どんどん変わってこいと。行ってやろうか、じゃあ行ってやろうかの、どういうこと。あ、ディスタスが1マナ軽くなったんですね。なら行ってやろうかの2マナ、1マナ軽くして2マナでブロンズワン、はい、さあブロンズワン、1マナ A ブロンズワン、ダイド、なんか事故ってるんじゃないかな。そんな気がしているぞ。事故ってるよ。チャージしてたなんてこと言うんだ、なんてこと言うんだね、君 はドロー。ちょっと非文明のマナが足りないんじゃないか。そうですね、今のところ見えてないですね。チャージ、そう、これ足りてた、はい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 、5マナあるね。5マナで捧げる1、はい、センス電流テラスネスク、テラスネスク、エクストライフ、ストライフ、触られないの偉いですね。ダブルブレイク、ジャストダイバーでしょ。コスト4イクラを手札から出せると。お、鬼もいる2、はい、はいはいはい、2000イクラのクリーチャーいない、なくなったか。ダーン、エンド、はい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 、ハイドの手札補充が得意なデッキなんですけど、あとから引いてくればいいですかね。確かに確かに、こちらはもうまだまだチャージエンドです。全然全然ちょっとチャージエンド、チャージエンド、とにかく殴ってこいと。ちょ、怖いですね、ここまで。怖いね。クリスタス1軽減で5万ぐらいミランダ2、はい、ミランダ2もいますね。もう行こうかな、じゃあ、はい、お、殴っていっちゃうよ、はい、いっちゃうよ。デッキ側2枚ダブルブレイク、ダブルブレイクよっ、きた。今回紹介するカード、進化と4枚の扉、進撃のトリガー。自分の山札の上から4枚を表向きにし、その中からクリーチャーを1体相手に合わせる、そのクリーチャーを出すと、うん、4枚を表向きにし、あ、牛カツまぐる、牛カツまぐる、ドルファディラム、どれ、どちらを読みますか、これドルファディラム出るとこの3体が死にます、ね、そうだよね、牛カツのミトゥエンティスレアの方で、はい、トゥエンティスレア、はい、で、あとその後1体ずつバトルさせると、はい、なので、鬼燃える2とバトルしますか。おぉ、で死ぬと、はい、で、まあ、イクストライクしました。で、まあ、ユカウツマグルの効果もありますと、うんうん、ユカウツマグル出た時、4枚見て、うん、9以下になるよね、レインボークリーチャーを出せますと、うん、はい、はい、わぁ、出なかった、はい、はい、おかしくない。あれ、まあ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 、はい、まあでも全然いいよね、大変ですよね、多分大変です、はい。あれは、しかしこれあれですね、俺のターンだった、モロ何かミラクルの番で見せて、まあ、マナガでちょっと進化と両方の扉だった、ね、ミラクルもミスティも書いてない違います、あ、まあまあ、マナガちょっとね人違い、ユニークカードです、ユニークカードですか、違います、あの、そんなんじゃない、よく見たことあるんですよね。チャージして、いやもうそろそろね、サービスタイムは終了かな、お、ちょっと、あら、5ターン目なんで行かせていただきますわ、ミステリーキューブで、ね、ミステリーキューブ、こんなんばっかだな、いや、こんなんばっかですね。ミステリーキューブめっちゃ研究生に使ってるイメージあるんだよ。いや大好きですよ、ガチャは大好き。
派手だしね。次はこれストップってください。ストップ。はい、じゃあこれでね。いきます。はい。はい。あら。まだに行きましたね。はい。一瞬ちょっと。これはナイスストップだったんですけど。いや、これは違いますよ。フェアリーライフしたかったんで。はい。加速したかったんで。5マナ使って加速したかったんで。これだけで勝てないから盤面に行くか。テラスネスクに、でもこいつエクストライフもあるし、なんなら FE1 もいるな。そうですね。ガードストライフも。いや、しかし、行くしかない。さあ、LFE1 のものか。これが外れて。エクストライフを測りました。タレント。高圧バグルが当たっているかミステリーキューブが出ていればもうちょっとなんかガチャガチャやった割にはちょっと地味な場面だったんですけどね。ちょっとおかしいな様子は。まあでもこういうこともあるから、ね、3マナでハルカスワン。ハルカスワン。ワンで1枚引く。はい、はい、どうしようかな。いや、行っとくべきだよね、多分ね。殴れるのがこいつとこいつね。難しいですね。行かないと、そろそろね、こっちもマナも揃ってきたんで。確かに、そうですね。確かに、それはある。いや、まだ行かない。ライド。逆に偉いでしょ。はめていく。さあ、そんなことしていいのか。次一気じゃない、これ。そんなことをしていていいのか。こちらも7マナにもあればね、そろそろね、出せるやつもいるんですよ。7マナ。マナが溜まってきて。そう。普通に出てくる。非現電油ファタルエレガンス。ファタルエレガンス。エクストライフ。さあこのカード、出た時に2体を手札に戻せるので、じゃあミランダ2とテラスデスクを手札に戻す。はい。ね、戻すか。はい。これも行きますか。3点。出来側からトリプルメイク。おお。バリバリバリ。はいはいはい。QT2 と第3。嘘でしょ。めっちゃヒット。あ、これガードストライク。ガードストライクなんで、まあ かけないですね。はい。はい、QT2。あ、もうかけないですね。もう食べるやついないんで。これ相手クリーチャーが出るとき、手札の上から1枚マナゾーンに置いても良いというファタルエレガンスの隠れた効果を発動するぜ。はい、マナゾーンに置いてるかどうか分かんないけど、しっかりした効果なんですね。いや、隠れた効果ですね。ちょっと俺が覚えてなかったんで。はい、ドロー。アンド、そちらがクリーチャーを出せば出すほど、マナゾーンが伸びていくわけです。そうじゃん。しかもキューブデッキということはね、そう。きっとデカバツがいっぱい入ってるんでしょうからね。八マナも出てるってことは、ガズマグルだろうが、ドルファディオムだろうが出せちゃいますと。シールドも。回復している。そうなんですよね、ダブルブレイクしたのにシールドがね、エクストライフで回復してるんですよね。トリガーレディスペクターを出すとね、この割れた分のシールドがすぐ回復すればやっぱ相性がいいですよね。確かに6マナで、まあ、テラスネスク、テラスネスク、エクストライフ、こっちもシールド増えてくる。何かのカードが使える、第3、はい、実はこのデッキちょっと山札が枚数が心配なのでマナ加速はしません。はい、QT2 でエクストライフ、エクストライフ、さあパリン、爆殺ハードラック、バーサスハードラック、普通にトリガーすると8以下になるように好きな数選んで破壊するので、332で一応割りますか。332で332で第3 LP1 エンド。さあもうハードラックも強いトリガーですね。強いな、ずっとこんな小型を並べるデッキにはちょっと辛いな。これはもう好き勝手やらせてもらう。行くで、勝負を決めさせてもらう。8マナ、そう、8マナセーバレンキソードルファディロム。ドルファディロム普通に出てきたな。そうですね。エクストライフで、ね、出たときに高くでないクリーチャーを全て破壊する。はい。QT強いなくなると。はい。でしかもこいつはね、スピードアタッカーを持ってるんで。スピードアタッカーってのはね。まあ行きますか。トリプルブレイク。うわ、ここ。はい。スパパパ。ガードストライク。止めましたが、はい、またエレガンスデッドレフトアタック。テラスネスクのブロッカーですね。ブロック。え、こいつブロッカー強っ。ターゲント耐えた、耐えましたね。耐えたけどさ、ブロッカーで本当に強いな、このカード。そうですね、耐えたけどこの盤面どうするんだって話ではありますね。チャージして 1,2,3,4,5,6,7 7マナ、こいつにかけよう。7マナ、現場電流バザーガローズソウル。はい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 、エクストライフ、はい、出た時にディスタスを2体まで自分のこっちからマナゾーンに置く。そうですね、第1スリーと攻撃モイルツーにしよう。攻撃するときに自分のマナゾーンカード手札に戻しても良い。じゃあ攻撃しようかな、スピードアタッカーなんで、はい、ここのエクストライフダブルブレイ、はい、するときに、するときにマナからボルスレンバスターにしようか。はいはいはい、はい、でダブルブレイク、スパリン、ミステリーキューめっちゃ出るやん、はい、いやー楽しいなこのデッキ。ストップ、はいはい、はい、ここでいけ、はい。しまんねえ、なんだこれ。しまんねえぞ。3エンド。はい。これで耐えられれば。エクストライフシールド剥がされて終わりですよ。これで耐えられれば。もう一体ぐらいドルファディロム出しておきますか。エクストライフして、マザーがロスソウルに。優先ですね。アタック。エクストライフで落ち。剥がれて、じゃあ、牛カウツで耐えられたか。さあ、負けました。何回外したんだ。ああ、相当回
しましたけどね、けど研究生に引き弱なのにあてこなデッキモンスター。それではね、気になるデッキリストも見ていきたいと思いますぞ。いやはい、ということでデッキ紹介です。はい、いやもうこのデッキはもうこれだけだよね。まあ見てればわかるでしょ。こんな半々だったの、呪文とクリーチャー、まあ、意外とだからミステリーキューブとかだとまあ 50%、うん、なるほどなるほど、なんですけど試行回数がね当然増えればあれだし、まあ当然このね金貨っていろいろな扉とか4枚も見えるんで、確かに、まあ普通は外さないだろうと。さっき牛カウツバグ外したけど見事にね。そうそうそう、気をつけたポイントとしてはディスペクターを出したい、うん、ディスペクターを出すとやっぱねシールドが回復するんで、ここねまたトリガーとかが埋まる可能性があって、どんどんねこうループしていくわけですよ。もう相手はもうどんだけ殴ってもなんかディスペクターが出てくるだけみたいに、なっていく感じにしたいということで、ディスペクターを、でしかもただのディスペクターじゃないと、めくれた時になんか相手の追加のクリーチャーが聞く手段がどんどん減っていくようなね、受けられるようなディスペクターになってますっていうのも、やっぱドルファディロンは、確かでないクリーチャー破壊しますし、ハルザークはねあのタップできます、はい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 、でネログルピオは相手が攻撃するたびになんか脇もタップしなきゃいけなくなったりするし、ファルエルランスは2体戻せるん で、うん、でしかも結局集まるのはまあそれだろうアクセスできるにアクセスできるっていうので、まあ、めくれたらシールドも増えるわ、うん、なんか攻撃もしづらくなるわ、なるほど、ね、ということで、もうどんどこどんどこ殴りづらくなってくるというデッキになってますと。殴るやつ全然いなくなったもんね。そうで、しかもさらにこのね獅子王の紋章がね、うん、最後シールド割り切りましたよかったーっつって叩くと獅子王の紋章ですって言ってね、もうねデッキの半分が受けカードなんですね。そう、もうすごい、絶対に殴り切られんぞっていう。なるほどなるほど。それこれ全部ディスペクターなのか、クリーチャー。そうです、クリーチャーは全部ディスペクターで、呪文は全部受けカード、うん、そう、うん、すごい振り切ったデッキですね。ただし、自分からは動けません。動けない。なるほど、動かないけど、まあ、速攻的に大事だね、割と強めに、はい、もっと考えて殴ればよかったな。殴ってこいって言ってましたから。挑発に乗ってしまった。当然ね、そんなうまい話はないという。今回の新カードですね、コロコロオンラインに載ってる、はい、放送構築ログの方でこのデッキをね、はい、この新カードを使ってどう作ろうとしたかみたいなのがね、紹介されてると。はい、そして、まあ、このカードが収録されてるね、はい、2月20日発売のジェンツーバデッキ進化両覧、ぜひともよろしくお願いしますと。はい、はい、ということで、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿の方にはアンケートなど様々ありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、そしてね、妄想構築ログの方もぜひご覧ください。はい、ということで本日の動画はここまででございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ゲームマスター。